前進する。教えてくれる。撃て！いいじゃろう。警戒が必要じゃな。援護するよ。オーダー、こちら E 小隊、負傷者の救助を要請、至急衛生兵を。絶対に死なせない。オーダー、傷を治療して万全の状態で戦ってくれ。いいじゃろう。前進する。撃て。任せろ。
踊ろうか、ファム・ファタール。アオスブルフ、蹂躙せよ。やれやれ、色男が台無しだ。やれやれ、色男が台無しだ。踊ろうか、ファム・ファタール。熱い傷だ、受け取ってくれ。よし、出るぞ。前進する。敵発見。こいつはまずい。やってくれる。ここはちょいと引いておくか。いい男ってのはオスばかりがノーじゃないってね。また会いに来るぜ、必ずな。
戦車はどこだ。この距離なら届く。ありがとう。エーゼ兵、待っていてください。必ず助けます。死ぬなよなあ。くそー、少しやべえか。ラズの兄貴、見ててくれ。余裕余裕。ラズの兄貴、見ててくれ。よし、出るぞ。前進する。そうか、教えてくれる。損傷は軽いぞ。まだやれる。まだやれる。
ミネルヴァ。無事だったか。よく持ちこたえてくれた。全軍の撤退が完了したぞ。よし、みんな任務完了だ。僕たちも撤退を開始する。車両は歩兵の交代を援護しろ。全力で走るんだ。 EZ の文字、 E ナンバーの部隊か。楽しませてもらったぜ。だが次は俺の番だ。必ずお前を落としてやる。待っていろよ、ファムファダール。先ほどの作戦では見事な活躍だったな。司令部からの報奨を受け取るがいい。今は誰もいないみたいだな。よし。来たか、クロード。では早速訓練を始めるとしよう。さあ、鍛えたいだけ鍛えるがいい。レベルが一定に達したようだな。新しいオーダーの発令を許可しよう。今日はここまでか。よかろう。訓練ならいつでも付き合う。また声をかけてくれ。待ってましたよ、先輩。さあさあ、今日は何を開発しますか？おお、いい出来です。一枚写真撮っておいてもいいですか？1枚写真撮っておいてもいいですか？
うん、最高の出来ですね。これ戦場で使うのもったいないな。最高。もうやめちゃうんですか？準備ができたらどんどん兵器を開発しましょうね。よし、始めよう。新たに入隊した隊員も戦力になるはずだ。部隊に組み込めないか検討してみよう。よし、この作戦で次の戦いに挑もう。なんだ、もう先に逃げた奴らに追いついたのか。それほどスピードは出してないはずなのに。負傷兵も多い上にこの寒さだ。行軍速度が上がらないのも無理はない。先輩、通信が入りました。ジークバル海戦に参戦した部隊がことごとく帝国の反撃を受けている模様。
今ここにいる僕たち中央配置の部隊以外総崩れだそうです。あのジークヴァル海星の大部隊が総崩れなんて。この道は大丈夫でしょうか。敵の追撃が迫ってるんじゃ。わからない。ただ言えることは、僕たちは攻める立場から追われる立場になった。嘘でしょ。たった一度の敗北でこんなことって。西暦1935年10月、例年より早い冬が大陸北部に到来した。それに合わせた帝国軍の総反攻によってノーザンクロス作戦は瓦解、連邦軍は総崩れとなった。この後連邦軍は寒さと飢えと戦いながら散り散りとなり敗走していく。歴史上類を見ない泥沼の撤退戦の始まりであった。一体どこまで歩けばいいの。朝からずっと歩き通してもう限界。おかしいな、進路が違う。一旦アインヘムトに退却するんだろう。だったら南に向かうはずだが。タイは西へ向かってる。これより先、都市や町、集落は迂回して進む。街道などの目立つルートも使用しない。アインヘムトはすでに帝国軍の手に落ちた。我々の目的地はここから西へ150キロの場所だ。西へ150キロ。しかしそのポイントは帝国領内の海岸線のようですが。中央司令部のエドモンズ将軍直々の通達だ。我々はその場所で新たな任務に当たる。これ以上の情報は与えられていない。以後司令部や他の大隊との通信も封鎖される。西に向かうとなると山越えですね。山岳地帯はすでに厚い積雪があるはずです。今の装備で雪山を越えられるかどうか。この作戦は形勢を立て直す重要な任務だと聞いている。総崩れの我が軍でまともに動けるのは君たちだけだ。故に司令部は君たちに託したのだろう。厳しい状況だと分かっていても。だ、中隊長。わかりました。運を祈る。
ねえ、見て。アインヘムドの時計台が遠ざかってく。あん時のジャーキー、一切れでも残しとくんだったぜ。なんだあれは。なんだ、カカシじゃない。いや違うぜ、あれはレリー、見るな。締めの処刑か。これで連邦軍に物資を提供する者はいなくなる。そんなちっ、薄汚ねえのはどっちだよ。あの時も今も連中のやることは変わらねえ。見せしめだと上等だ。帝国のクズどもめ、俺が同じ目に。なぜ。戦争は命の価値を忘れさせる。奴らにも僕たちにもだ。忘れないでいよう、この光景を。帝国を倒さなければ繰り返されるんだ、こんな悲劇が。忘れないわ。七章、雪中行軍。情報収集に出ていた偵察兵が戻ってまいりました。ジークバル海戦以降、連邦兵が町に立ち寄った形跡はないとのことです。なるほどね。連中、喉から手が出るほど補給が欲しいはずだが。町には立ち寄らず一目散に逃げたのでは。我々の追撃が迫っていますからね。いや、西の山岳地帯を越えるって手もあるぜ。しかし、そのルートでは戦車が邪魔になります。さて、先を急ぐなら乗り捨てるが、腕のいい操縦士がいれば通れない道でもない。では山岳地帯。司令部からは南へ進軍せよとのことでしたが。何を今さら。連中も俺たちアオスブルフを飼いならそうとは思っちゃいないさ。しかしこれ以上の命令違反は。ええ、奴らには俺が必要なんだ。どいつもこいつも見て見ぬふりだよ。よっと、あんないい女逃がしちまったら男が廃る。さて、行くぞ。出撃だ。はっ。もうすぐ会えるぜ、ファムファターリ。ジークバル海戦の勝利の余韻は
すでに跡形もなく消えていた。雪の降りしきる山道を冬季装備もないままひたすらに行軍する。身を切るような寒さと悪路に隊伍は乱れ、誰もが疲弊しきっていた。力尽き倒れる者もいるが、仲間に支えられなんとか再び歩き出す。だがこのままでは早晩落馬者が現れる。それは誰もが理解していた。ただ生きるために僕たちは凍傷寸前の足を無心に動かした。重苦しい沈黙だけが辺りを支配していた。レイリー、大丈夫か？ごめんなさい。ちょっと雪に足を取られただけ。レイリー、ダメだ。疲労の限界で気力まで折れかけている。何か気を紛らせる話でも。そういえばマイルズ、君の故郷は山岳地帯だったんだっけ？ええ、雪はたまにしか降りませんでしたけど、この程度の山道は慣れっこですよ。故郷か。僕はハーフェンには行ったことないんで、どんな街だか想像するしかありませんけど。ほら、ハーフェン号とは四六時中一緒にいるでしょ。だからなんだかハーフェンって僕にとっても故郷のような気がするんですよね。そういうことは来てから言えよ。びっくりするほどしょぼい街だぞ。夜の10時にはどの店も閉まっちまうし、女はバカみてえに気が強いし。ハーフェン女は気立てよしと歌に歌われるほどなんだがな。なあマイルズ。ええ、ハーフェンの女性には気をつけます。私ね、いつかハーフェンに工場を再建したいと思ってるの。ミラー商会の工場とその隣の大きなお屋敷、私たち下町の人間にとっては憧れだったな。よし、ならクロード、お前が工場長だ。え、ちょっと待ってくれよ。何よ、私の工場じゃ不満だって言うの？いや、そうじゃないよ。機械系は自信がなくて。大丈夫ですよ、機械の整備は僕に任せてください。俺現場監督な。荒くれ者の作業員をあふれる男気でまとめてやる。私はパンを焼く、アシュクラグナイト窯で焼いたパンだ。分かったわ。全員でやるのも楽しいわね、きっと。よし、これで除隊後の働き口は見つかった。ミラー紹介なら食いっぱぐれなしだ。はあ、早く行きたいな、ハーフェン。もうすぐさ、戦争が終わって平和になれば。
敵襲か。クソ野郎が、こんなところまで追っかけてくんのかよ。先輩、前後の部隊とも連絡が取れません。各隊交戦中の模様、分断されました。みんな落ち着け。取り乱したら敵の思うつぼだ。いい正体、迎撃態勢。必ずここを突破し、状況を打開する。Thank you.